あ、岩塚に飛んでますね。ハリブト知り上げあり、セグロ足長町ですね。カラスのエンドウ、ナミテントウの幼虫かな。キバダラカメムシも飛んでますね。エンドウ、ヒゲナガアブラムシ。今、子供を産んでますね、アブラムシ。今、見てます？それは多分、卵かな。面白いね、シャクトリムシがいるんですね。緑豊かな大阪南部、南ガーチ。そこは生物の息吹あふれるワンダーランド。さまざまな生き物が生息し、その生を全うしている。そんな魅力に取りつかれた男、その名は大門翔。は、あるササビについてです。それでは、黒山里の生、彼は生き物のためなら何でもする。頭に生き物をこよなく愛する生き物の専門家である。これはそんな男が勧めるさまざまな生き物たちの生態を紹介し観察した記録である。生き物チャンネル始まりました。はい、大門です。よろしくお願いします。どうも、ごきげんうるわしゅう。はい、それじゃあ今日ご紹介していただける生き物は何でしょうか。今回ご紹介させていただく生き物はツバメです。はい、身近な隣人というサブタイトル振らせていただきましたけど、まず名前は皆さんご存知だと思うんですけど、和名がツバメ、それから学名がヒルンドルスピカっていう名前になってます。で、エアド、珍しさですね、星一つということでよく見られる、どこでも比較的普通に見られる、まあ見られないとこほぼないと思うんですけど、で、分布場所はほぼ全国ですね。北海道から沖縄南西諸島にかけてまでほぼ全国で見られます。で、まあ見られる季節なんですけど、3月から10月にかけて見ることができます。で、続いて、食性、食べ物ですね。空を飛んでる小さな昆虫、ハエとかハチとか蚊など、そういった昆虫を捕まえて食べます。で、最後に大きさなんですけど、大きさがだいたい17センチ前後、スズメとかよりは大きく見えます。そうしましたら、ツバメの生態についてご紹介したいなと思います。ツバメはスズメもツバメ科に属するツバメの仲間ということで、特徴としましては体の上面ですね、上の方は全体的に光沢のある青みがかった黒色ということで、ツバメって体の翼とか背中とか見るとこう、あの青色の輝きが見えるっていうのがありまして、でそれから喉の周りが赤っぽいっていうのが特徴になります。で、本州の分布域では主に農耕地ですね、田んぼとか畑とかそういった場所、それから住宅地の人家の周辺で、あと都会の市街地ですね、街のど真ん中とかなどにも生息しておりまして、スズメとかカラスと並んで身近な鳥の代表格でもあります。で、ツバメは夏鳥、夏鳥というのは何かと言いますと、春先に日本に渡ってきまして、秋になると越冬のために外国とかに渡っていく、そういう鳥を夏鳥と言います。で、ツバメもその夏鳥の仲間ですね。で、3月以降、越冬場所である南の島の方から日本に繁殖のために渡ってきまして、そこで子育てを行います。で、繁殖っていうのは主に市街地ですね、街中とか人家がある場所で行われまして、人家の軒先とか人工物のところにこういった泥とか枯葉とか枯れ草とかそういったものを混ぜ合わせて、そこに自分の唾液ですね、唾とか、まあそういう唾液を練り合わせて、こういったお椀型の巣を作ります。で、繁殖期は年1回から2回ほどありまして、だいたい1回の繁殖で5羽ぐらいのヒナを育てます。で、ヒナが育って大人になって9月以降になると、越冬場所であるフィリピンなど南の島の方へ渡っていきます。最後にツバメというと私たちの周りでよく見られまして、あまり物珍しさはない鳥の一つなんですけど、ツバメがいることで桜の咲く前後にツバメがやってくると、あ、ツバメがやってきたら春だなとか、渡っていくツバメを眺めながら、あ、ツバメが渡っていくと秋だなっていうような感じで、季節を感じさせてくれる動物でもあります。で、またこういったツバメが人家の軒先に巣を作るっていうのは、人がいることで天敵を避けるという、そういったことに関係しているとされまして、人と動物のつながりを象徴する
する代表的な生き物でもあります。一方でこういった人家などの人工物に巣を作る関係上、どうしても巣から糞が出たりとかそういった問題があって巣ごと撤去されることもあるんですけど、ツバメもせっかく繁殖のために日本に渡ってきておりますので、なるべく優しい温かい目でツバメの繁殖を見守っていただけるとありがたいかなと思います。本解説は夏季参考文献図書などを参考に作成させていただきました。またぜひ興味がおありでしたら調べてみてください。それじゃあ大吾さん、はい、今からツバメを見に、はい、ツバメを見に行きたいなと思います、はい、もしかしたらツバメが子育てしている姿を見ることができるかもしれないので、それを観察したいなと思います。はい、じゃあ頑張っていきましょう。はい、おお。はい、移動中ですね。誰の運転ですか？僕ですね。誰ですか？僕ですね。そこ固くなり僕ですよ、するよな。あ、岩ツバメが飛んでますね。大門さんにおごってもらったマッチを飲んでたから岩ツバメなんか飛ぶ気もなかったです。飛ぶ気もなかったですか？はい。さあ、このしょうもない画像をずっと撮り続けてですよ。はい、うん、ツバメがいざ見れるっていう時に電気が切れたらいいのになって思ってます。それはダメですね。ダメなんですか？リアルにありそうなんで嫌です。つい最近収録してる時にマイクの電池が途中で切れる、切れるっていう、そういうハプニングがありました。アクシデントがありましたね。移動中ここまで回してる意味ってどこら辺にあるんですかって後で聞かれそうですよね。ほんまですね。ないですよ。ないけど撮ってんだ。なんかネタがねえかなみたいなね。そういうところで俺撮ってんだ。今つかめの巣がありましたね。素通りですか？素通り。そうですか。あれ、これ桜がちょこっと咲いてんじゃないですか？咲いてます。それまだ残ってますね。いい時期ですね。あ、でもフラスがいっぱい出てきてますね。そうですか。それはまた別のお話で。別のお話で。やりましょうか。やりましょう。はい。今大阪府下で話題になっていると言われる、はい、今年度から実はその対策委員会に呼ばれまして、金銭的な事情もある、いただきたいものはいただきたいという話してんじゃねえぞ。そういうのを脱却するために頑張るんじゃないですか。そこであんたバイトするのやめなさいよ。むしろ生き物チャンネルだろうって。生き物チャンネルだろう。そうでしょ。バイトするよりも夢を追いかけろよ。夢を追いかけるよ、うん。はい、じゃあ大門さん、はい、現場来ましたね。そうですね、現場にやってきました。はい、今日はツバメですけれども、はい、今日どちらに？はい、今日はここ石川河川公園やってきました。ああ、そうなんですか。はい、いてるんでしょうか？まあ、いてることを期待して向かいたいなと思います。ああ、そうですか。はい、はい、じゃあ今から向かいましょう。はい。おお、なんか微妙にやる気がない。長野公園と違って人がいっぱいいますね。人が多いですね。多いですね。発見したら紹介してってよ。はい。これ何ですか？いや、この花の中に何かいるかなと思ってたんですけど、いなかった。残念。でもさ、マスクしてるのはコロナだけじゃなくて花粉症なんですよね。花粉症ですね。はい。そうね。何見てる？いや、アリがいないかなと。アリ探してたの？探しております。生き物おらず？いや、いりますよ。ほんま？ここに。どこ？何これ？ハリブトシリアゲアリですね。はい、ハリブトシリアゲアリでした。あ、ここに巣があるようですね。ハリブトシリアゲアリのね。そこが巣なんですか？はい、ここの中に巣を作ってると思います。あー、ほんまや、アリがいっぱいいて、はい、このなんか割れ目のところにある、ね、はい、おそらくこの中に割れ目というか、ここから出入りしてるんで、ここがエイソーポイントですね。なるほど。はあ、アリはいろいろいるんですけどね。アリがいっぱいいるの？あ、ここアブラムシがいますね。アブラムシ、ここについてるアブラムシ、これカラスのエンドウなんですけど、エンドウヒゲナガアブラムシっていうアブラムシです。テントウムシの幼虫もいてますね。ここにナミテントウの幼虫かな。今子供を産んでますね、アブラムシ。子供産んでんの？お尻から子供を産んでますね。そうなの。これはおそらくヒラタアブの卵かな。見つけられてるのは白い。あ、多分取れてんのか。これ白いの？白いのは違いますね。これは長ひ、ヒラタアブの卵かな。アブラムシはこれですね。はい、多分取れてんじゃないかな、はい、で、テントウムシの幼虫がここにいますね。これも取れたんじゃないか。これもテントウムシの幼虫です、ね、これ、はい、ああ、取れたんじゃないか。
っきり映ってる。ああ取れたな。取れました。はい。よかった。面白いね、シャクトリムシがいるんですよね。面白いシャクトリムシ。名前は知らないんですけどね。知らねえのかよ。じゃあどう説明するんだよ。まあシャクトリムシですね。ここにね、そっくりですね、木の皮のですね。シャクトリムシ。はい。残念ながら僕は種類は分かりません。ああ、はい、残念。何撮るつもりなんですか。いや、鳥が出たら嬉しいな。ほんまに鳥いる。鳥いないですね。鳥いないんですか。いや、まあ飛んでるんですよ。先がツバメがずっと飛んでるんですけど。だってツバメいるところに向かってるから。山さん、今どこ向かってるんですか。トイレ向かってます。まあ人工物とかに巣を作るんでね、うん、いてるかなと。どういうところにいてるんですか。こういう建物とかですね、人工物とかに。あ、アシナガバチですね。セグロアシナガバチですね。あ、キバダラカメムシも飛んでますね。はい。どこですか。どこどこ。アシナガバチ今そこ飛んでたんですけど。あ、飛んでたのね。はい。こういう場所にね、結構あの映像したりとか、あのアシナガバチですね。はい。こういう場所よね。ツバメはああいう場所です、ね。こういう場所、はい。こういう軒下。軒下とかですね。す人工物に映像することが多いです。そうですか。いなさそうですね、ツバメは。ここら辺にはいない。はい。ツバメがいない。まあ本来は家のね、軒下とかに多いんですけどね。どこあるかな。どこあるかな。あ、本気で分かんないでしょ。書いてましたね。うん、そうだね。やっぱり映像してますね。映像しておりますか。はい、はい、いましたね。はい、ツバメの巣ですね。ツバメの巣でございます、はい。まあ、ああいう風にツバメは人工物のところに土と枯れ草を練り合わせて営巣するっていうのが一つの特徴です、うん、で、こういう風な形、お椀型の巣ですね。お椀型で、はい、で、よかったですね。なんか、大門さんの手を取ると便器に焦点が合うんだけど。あ、本当ですか。便器に焦点が合う。まあ、それはそれで面白いと思います。マジでツバメがいます。はい、はい、まあ、ここにね、ひ、ひなは？ひないてんの？いや、今はおそらくまだ抱卵の時期かなと思いまして、ひながいてたらなんか声が聞こえてくると思うんで。そうだね、来てくれんのかな。まあおそらく僕らがいるんで今ここ。あ、そうなの、はい、じゃあだからちょっと離れた方がいいかもしれない。離れる。もしかしたら中にね、メスが卵を温めてる可能性が高いです、ね、あ、卵？はい、あ、そうなの。あの、抱卵してると思います。あ、今声聞こえてますね。もう一個巣があるんかな。はい、もう一個いました。ツバメの巣は取ってるけど、ツバメ取ってねえぞ。今これ鳴いてるのツバメですね。あっち？土食って虫食って渋いっていう形で鳴いてますね。あ、うまい、やった。あ、止まってます。うん、止まってます。あ、集まってますね。あ、ああいう場所でも巣を作ってるんですね。そう、動画で撮れました。動画撮れた？動画撮れた？撮れました。よっしゃ、じゃあ撮れましたってことで、はい、2回？はい、3つ映像してるのかな。もう1個あった。もう1個あんの？女子トイレの上。あ、女子トイレの上にもう1個。すごいな。女子トイレの中にあっちゃったら入れない。こういうところね、映像環境的に、うん、安全なんです、ね、安全ですね。人が多いところなんで、やっぱり天敵となるヘビとか、うん、あのカラスとかが近づきにくいんで、やっぱりそういう意味ではこういう人がたくさんいる場所の方が安心はするでしょうね。そうです。はい、あ、なんかトイレの前でツバメのこと語ってくれましょう。ツバメいてます？あ、いてますね。今餌を与えている状態ですね。これがそうなの。はい。大きくなったらツバメのヒナがこう出てくるんで、多分まだあの帰って間もないヒナに餌を与えている頃だと思います。お、なんかチュピチュピ言ってるよ。はい、鳴いてますね。どこで鳴いてるのかな。もちろんトイレの中ですね。中にメスがいてる可能性がありますね。そうかそうか、さっき言ってたね。そうですか。飛んでる？ちょっと止まってくんねえかな。あ、あれだ。あれを取れって言われたらすごく困る、ね。うん、取れるんですよこれが。そうなの？このカメラは取れるんですよ。うわ、自慢しろ。自慢ばかしな。そうなんですよ。家が一軒買えるんですよ。いや、それは無理です。分かってるよ。
はい、じゃあ大門さん、はい、ツバメ見れましたね。はい、ツバメの巣を4巣確認することができました。ああ、はい、よかったです。残念ながらヒナの可愛らしい姿を期待したんですけど、ああそんなこと言ってた。ヒナはまだ卵からハッチしたばかりで、うん、おそらくまだ巣の中にまだ見えない状態になってる。あと 1,2 週間したら巣から顔を覗けるヒナが見れたかもしれないんですけど、タイミング的にはちょっと早かったかなって。ああ、はい、よかった、まあ、それでも巣の中に入ってる親鳥を撮影することができたので、うん、よかったかなと思います。じゃあまた取りに行きましょうね。はい、では次回は何か忘れましたが、はい、次回もまたいろんな生き物を観察したいなと思います。はい、またよろしくお願いします。はい、コロニーが違うんですよ。あー、はい、要は何、同種やけど。そうなんですよ。戦争してるんです。そうです。アリノスワブですね。あ、飛びましたね。林ケアリ。はい、林ケアリ取れましたよ。あの移動要塞ポータブルケースって言うんですけど、サトキマダラヒカゲっていう蝶々ですね。おお、はい、なんて名前やった。大名セセリです。